サメ島広和10月26日から2000年8月14日は、日本の海軍軍人及び海上自衛官。海軍兵学校卒業。第10代海上幕僚長、第9代統合幕僚会議議長。鹿児島県川辺郡東加世田村出身。旧制第1鹿児島中学4年終了後、海軍兵学校に入校。海軍時代は、 観光のパイロットであり、飛行学生を主席で卒業。開戦から約7ヶ月は、空母、流城に乗り組み、ダッチハーバー空襲等の作戦に参加。しかし、その後は、陸上勤務で、海軍航空技術省では、テストパイロットとして、水平爆撃用の照準機や班長爆弾の研究を続け、最後は、陸上攻撃機、連山の開発にも加わった。 戦後は、海上保安庁から海上警備隊を経て、海上自衛隊に入隊し、第1回幹部特別操縦講習院として、操縦艦を握ったが、翌年中米防衛駐在艦となり、以後操縦艦を握る機会はなかった。米国駐在艦時代に P、P2V-7、S-2F の導入に尽力し、海事航空の基礎を作った。帰国後は、 海上幕僚幹部の防衛班長、業務班長、防衛課長、防衛部長と防衛畑を歩み、教育航空集団司令官、航空集団司令官を経て、第10代海上幕僚長に就任。航空畑からは、初の海上幕僚長。在任中に、第10有用丸事件が発生し事態に対処する。ありがとうございます。